熱中症警戒アラートは、今年最多となる40の都道府県に発表されています。今日も夏の高気圧である太平洋高気圧が強まり、朝から気温が上昇しています。午前8時には東京都心で30度を突破し、福島県の相馬では33度を超えました。日中は名古屋や前橋、甲府などで38度、 東京は36度まで上がる予想です。今日も危険な暑さとなり、熱中症警戒アラートは今年初めての北海道を含め、今年最多の40の都道府県に発表されています。不要不急の外出は控えて、屋内でもエアコンを適切に使用するなど熱中症に警戒してください。